極めるという字ですね。じゃあまず浮かんぶり、短い縦、横を少し、右側を少し広くして抜いていきますね。と中心より左から、中心のすぐ右横から、これよりも下がらないようにして書きます。縦を先に持ってきますね。上の部分より下が長いイメージがいいかな。少しすくい上げてから45度ぐらいね。じゃあこの左の身の少し下から内側に入って、上よりもちょっと長く持ってきます。上の位置ぐらいから少し斜めに持ってきて、横は上より出ます。また斜めに持ってきて抜いた時に大体一緒ぐらいの位置でいい。